ルノー・サムスン・ギャラリー正面、ルノー・サムスン自動車・ギャラリーは、韓国の自動車メーカー、ルノー・サムスン自動車の付山工場内に併設される、博物館である。通常は、ルノー・サムスン・ギャラリー、RSM ・ギャラリーと表現されることが多い。2001年6月に、ルノー・サムスン文化館としてオープン。その後、2006年9月にリニューアルした際、現在の名称に変更された。 1>, 1階にエントランスロビーと事務所を、1階に各資料と各社の展示、説明スペースが設けられていて、SM7 や QM5 のカットモデル、エンジンのカットモデル、歴代モデル、2代目 SM3 のソウルモーターショー出品者、トゥインゴの電気自動車仕様などを展示し、同時に生産工程や環境に対する取り組み、年表などの説明も掲示され、 時代に応じてレイアウトの変更を繰り返しながら、ルノー並びにルノーサムスンの歴史や技術をわかりやすく解説している。ルノーサムスンの公式サイト上にある予約専用ページから予約をすれば工場見学も可能である。工場見学の予約は2ヶ月前から可能で、幼児一般、団体向けにいくつかの見学プランが用意されている。なお、夏休みと冬休み期間中に限り、 少人数での見学も受け付けている。は2016年6月撮影、は2009年11月撮影2016年6月、現在のレイアウト、展示物過去のレイアウト、展示物1ヶ月平均で、約2.500人前後の入場者数がある。2009年2月16日には入場者数が20万人、2010年4月20日には25万人を、突破を突破している。 所在地は、富山広域市厚生区、ルノーサムスン王子61。KTX、京府線、富山駅から、富山都市鉄道1号線経由で、新平駅もしくは、加谷駅下車。後者の場合、タクシーに加えて、路線バスも利用可能で、その場合は、サムスン自動大箱で下車するとすぐである。加えて、近海国際空港から、リムジンバスで向かうことも可能である。 ありがとうございます。